三菱重工浦和レッツレディースの FW 聖家隆子は5月10日に女子のアジア王者へ向けた二川ヒュンダイ製鉄レッドエンジェルズ、韓国との一戦に向けた前日練習を終え、得点を取ってチームを勝たせたい、と思いを話した。来シーズンに開始する予定の女子の AFC チャンピオンズリーグ ACL のプレ大会となった AFC ウィメンズクラブチャンピオンシップ2023からインビテーショナルトーナメント、アウックの決勝が5月10日に浦和コマバスタジアムで開催される。昨年夏にタイトウズベキスタンでグループリーグが集中開催され、浦和とニガワが勝ち抜けた。開催予定だった決勝は、一度はアジアサッカー連盟、AFC により実施しないことが発表されたが、 ウィーリーグや浦和が開催の最高を依頼するレターを日本サッカー協会、JFA、経由で AFC に送り、韓国側とも協議し開催する運びとなった。聖家は現在、ウィーリーグで10試合連続ゴールを含む17得点で得点ランキング首位を独走している。明日のゲームに向け、韓国勢の印象は対人の強さやスピード、パワー、 高さだけど、二川を見るとポゼッションをしてくる。高さでもこちらのセンターバックは負けないと思うけど、つなぎで来る方がプレスをかけやすい、と話す。そして、得点を取ってチームを勝たせたい、と意気込んだ。浦和は男子が ACL を3回優勝しているだけに、アジアの頂点に立つチャンスを、浦和レッツというチームにいる限り目指したい、と話す。そして、 レッツレディースの可能性を広げるチャンス。見ていて楽しい、自分たちらしいサッカーをしたい、とも試合を見据えた。現在、w ーリーグで浦和は2連覇を目前にして首位を走っているが、新川も韓国の女子サッカーリーグ、WK リーグの昨季女王で現在首位。アジアの女王を決めると同時に日韓の女子サッカー頂上対決にもなる一戦で、聖家の一撃に期待がかかる。